恋愛に役立つゆるふわな番組のグッドゆらかせと申します。今回は第142回です。録画したのは2020年5月7日。僕の著者名はグッドウィル博士。主に女性向けの恋愛指南書を10冊以上書いています。今日も一人です。今日のあれは近況を述べて、質問について答えて、時間があれば幸福論について語りたいと思います。まあ、一人でずっと最近3回ぐらいやってるんですけれども、弊害が2つあることが分かりました。1つは視聴者数が減っている。いいねの数は増えているんですけれども、視聴者数が減っている。これを簡単にその仮説を立てると、軽く見ている人は見なくなっていて、コアな方々が見ているみたいな状況ですかね。それからもう一つが、録画と録画の間隔がだんだん空いてきていると。アシスタントの方がいたときは、まあ、お互いの予定を合わせて、各週で一回撮っていたんですけれども、一人で撮っているとだんだん、なんていうかな、やることが他にもありすぎて、後回しになってしまうという弊害があることが分かってきました。したがって、まあ、そろそろ、ズームで撮ることになると思うんですけれども、ZOOM ね、アシスタントの方と撮れたらなと思っています。では、この、なお、その、ゆるふわな番組のスポンサーは、カツオさんとエリンさんです。そして、匿名さんですね。はい。では、近況ですね。ちょっと咳をしたいな。はい。近況なんですけれども、まあ、ちょっと CM、コマーシャルっぽくなってしまうんですが、コマーシャルというわけでもなく、まあ、最近やっている、いますし、皆さんに心の底からお勧めしたいものがありまして、それがこの、来たる6月1日から始まる予定の、婚活サロンマイマリッジスクールです。これはですね、8人の有志、まあ、僕以外全員女性で既婚女性ですね、がなんていうかな、最短で後悔のない結婚、ここに書いてありますね。私たちが望むのは、あなたの最短で後悔のない結婚ですと。この私たちというのは8人の有志です。そうね、まあ結婚に、前も言ったんですけれども、結婚というのは多くの女性は運よくしています。運よく結婚できていると僕は思っています。まあ、そうね、僕自身も運が良かったという面も大きいですね。はい。ですが、運が悪く結婚ができない方々がいて、結婚したいのにですよ。したくないなら別に、本当に結婚なんかしてもしなくてもどちらでも良いものなので、結婚したいのにできない人は運が悪いんだと思っています。ですが、運が悪くても努力の結果、結婚することができるんですね。そのために必要なものは3つあります。まあ、1つは、まあ、このマイマイジマルサロンを見しておくか。一つはですね、正しい知識ですね。例えば、脈のない男性、も全然結婚する気がないのに、そういう素振りを見せている男性に何年も費やしていたら根拠を逃すとか、まあ、なんだろうな、男性を見極めて、このタイミングでこういうことすると男性は本気で結婚を考えるとか、まあ、そういう正しい知識が身についていないと難しい。まあ、自我自賛になってしまうかもしれないけれども、僕はその道ではあらゆる恋愛の専門家の中で一番だと思っていて、はい。なので、僕の言うことを聞けば、もう最大限結婚できると僕は信じてます。はい。そしてその8人の有志の中にも専門家の方が何人もいます。その方々と一緒に知恵を合わせてですね、例えば、恵子さんという方がですね、ファッションの専門家で、結婚に適したファッションをご存知です。本人ももちろん結婚されています。はい。で、まあまあ、ミコリさんもいますね。まあ、多くの、まあ、いっぱいいるんですけど、8人もいるんですけれども、全員が正しい知識を持っていて、それが統合されているのが
マイマリッジスクールなんですけれども、で1番目がその知識、2番目がドドン、それを自分がどう応用するかです。正しい知識も応用できなければ意味がない。知識ばっか増えてもうまくいかない人っているんですよ。それは自分がどうしたらいいかわからない。それが2番目、自分がどう応用するか。3番目はですね、知識だけ持っていても結婚するまで努力し続けなければ結婚できません。それはですね、結構難しいんですよ。ずっと結婚できるまで努力し続けることは難しい。その3つをこのサロンでやろうとしています。はい。ですので、まあだから一緒に歩いていくみたいな、結婚するまで一緒に伴走しましょうと。伴走っていうのはそのマラソンランナーの隣で走っていく人みたいな、ペースメーカーのように。まあそれをなんで8人が始めることになったかというと、この8人のうちの5、6人は恋愛ユニバーシティの出身なんですよね。そしてその彼女たちも、もともとはその感情任せに、まあ知識もなく、行き当たりばったりの恋愛をしていたんだけれども、恋愛ユニバーシティの多くの先人たちに助けられて結婚できた方なんですよ。で、それを、まあ、ペイイットフォワードですよね。ペイフォワード。映画ペイフォワードのように、次の世代に引き継いで、まあ、もったいないじゃないですか。せっかく結婚したいのであれば。結婚できなければもったいないわけですよ。なので、それを、なんていうか、役立てたいっていうことなんですよね。それならば無料でやれよっていうかもしれないけど、有料なんですよ。有料だけれども、まあ、それはその最低限の人件費ですし、まあ、だんだん大人になると分かってくるんですけれども、ずっと続けていくためには、どうしても必要なものはあるんですね。はい。そうじゃないとやっぱ途中で終わっちゃうんですよね。僕自身も最初は無料でいろんな相談に乗っていたんですけれども、いつの間にかやっぱ自分が仕事としてこれを続けていくためにはお金を取らないといけなくなってくるんですよね。なので僕が無理やり皆さんを説得して、8人の有志を説得して有料にしてしまいました。はい。ただそのお金儲けのためにやってるわけではないと断言できますと。で、このね、マイマリッジスクールはなんかスピリチュアルなものもちょっと感じていて、なんかずっと前から多くの方に婚活サロンを始めてほしいと言われていたけど、例でも断り続けていて、で、まあ、今年の6月になったんですけれども、なんていうか、もうコロナ、新型コロナウイルスが、流行することによって、この世界はちょっと変わってしまいつつあるじゃないですか。まあ、実際にはあとちゃんと戻るのかもしれないんですけどね。ちょっと咳の場合は、ミュート。そのコロナウイルス後に始まるんですよ。これは、まあ、僕のことを、のファンの方とか、僕をよく知ってる方はわかると思うけど、僕のその考えやスキルやメソッドや視点はどんな状況でも応用できるので、今回のコロナにももちろん応用できるということですね。IT 会社が主催しているがゆえオンライン婚活にも強い。はい。実際その、8人のメンバーのうちの1人は山本沙織さんという、結婚相談所の仲人さんたちを教えている先生なんですよね。すごくないですか？仲人っているじゃないですか。結婚をつなげている人たちを教えている先生なんですよ。その方が、まあ、男性のお客さんがたくさんいるので、オンライン合コンもできますよ、みたいな。それがまたいいですよね。オンラインだから、まあ、日本中どこででもつながるっていうね。まあ、そんなのを始めようと思ってます。もうちょっと言うと、婚活手帳みたいなのを作ってですね。また席が。手帳をもとに、彼を分析したり、ここにありますね、彼ノート、彼を分析したり、10ヶ月プラン表を作ったり、ワークをしたり、この幸せ婚ワークっていうのは、まあ、結
婚婚活の著者でもか、まあ、なかなか多く、なんだろうな、まあ、主観的に言っちゃえば半分ぐらいが離婚してたりとか、そもそも結婚できていなかったりするんですよ。よく、まあ、名前は挙げませんけど、まあ、僕の知ってる中の一人は結婚できていないし、ある一人は婚活の本を出して、なんか永遠になんか仲良くなれる彼氏を捕まえるみたいな感じのことを本の中で書いていたにもかかわらず、結婚して1年後に離婚されてしまうというね。はい。まあ、子供は得られたけど、すぐ離婚されてしまうっていう。それはちょっと避けたいなと。著者でもそんなこと起きる。けれども我々は大丈夫ですね。まあ、それも考えた、なんていうか、浅はかでない婚活のためのワークもして、っていう感じです。はい。まあ、これをね、6月1日から始めます。ぜひ皆さん、11日とか、まあ、それぐらいから募集を開始します。まあ、有料です。高いと思うかもしれないけれども、まあ、妥当だと思いますね。はい。では、そうそう、月に2回動画を、僕のその知識の入った動画を配信し、月に1回ライブ配信し、皆さんの質問に答えながらね。そして、8人の有志たちが、まあ、いろいろ動いてくださり、ワークしたりとかね、します。あんまり詳しくは言わないでおきます。まあ、それが近況ですね。はい。ぜひぜひ、質問などをください。さて、話は戻りまして、共有を取りましょうかね。共有を停止。はい。で、そうそう、さっきのデザインは、ラビットファーさんっていう、恋愛ユニバーシティで、ラビットファーさんの日記を見ると分かるんですけれども、ラビットファーってラビットは RU だっけ、あれ大丈夫僕。まあ いや、ラビットファー、FAR、ファー、毛皮で、さんの日記、プロフィールの方を見ると、まあ、ラビットファーさんが半年ぐらいで超ハイスペック男性を落として結婚するみたいな日記があるんで、ぜひ見てほしいんですけれども、そのラビットファーさんがデザインしてくれてます。はい。さてと、ラビットファーさんも8人の有志の一人ですね。はい。さて、近況は終わりましたよ。次です。質問。質問、質問。このコーナーは主に、質問のコーナー、質問コーナー。このコーナーは主に恋愛や結婚で浮かんだ疑問やわからないことを送っていただき、僕、グッドウィルが答えるというものです。唐揚げさん、フリー作戦には弊害もあるとお話しされていました。前回。まあ、唐揚げさんは長いメッセージをくれたんですけれども、質問向けのところだけピックアップしました。と、喋ってる間に単語が絡んできたので、一回。はい、花粉を下げて、フリー作戦には弊害もあるとお話しされていましたが、それは何でしょうか。恋愛においては自分が精神的に辛くなるなど、そういうことでしょうか。フリー作戦というのは、今回初めて聞いた方のために簡単に説明すると、男性の心をつかむためにフリー、つまり無料でいろいろ味わわせてあげると。まあ、僕思うのが、恋愛にしろ人間関係にしろ、ギブアンドテイクを常に求めてしまう人が多いんですよ。自分だけがいろいろやってあげるのに、相手から見返りがないと、もうすぐに関係を切るとか、すぐにもうやめますと。やっぱり私の、なんていうかな、労力に見合いません。私が、あなたのために働くんだったらお金くださいとか、それはそれでいいんですよ。普通のことなんですけど、まあ、ギブアンドテイクが成り立ってないと腹が立つわけですよね。恋人が、私が恋人のために誕生日で1万円のものを買ってあげたのに、恋人が私のためには3000円しかくれないとか言うと、もう腹が立つわけですよね。ギブアンドテイクっていう書籍があって、これも結構おすすめなんですけれども、
まあ、それはあの中田敦彦も多分動画で最近アップしてるので見てもらえば、それ見るだけで結構わかるかな。ちょっと一部だけを強調して話してますが、まあ簡単に言えばですね、ほとんどの人はギブアンドテイク、マッチャーと呼ばれるギブとテイクが完全にその成り立ってる状態を求めるというわけですよ。で、この世界はまあギバーが勝つ、与える人間が勝つんだと。はい、端的に言えば。で、それがフリー作戦ですね。何が言いたいかというと、ほとんどの女性はギブアンドテイクが成り立たないと腹が立ってすぐ関係をやめたりとか、ダメ出しをしたりとか、要求をしたりするということは、一方的に与える人、与える女性っていうのは価値になるんですよね。それがフリー作戦です。フリー戦略、そんな人は世の中にいないってことになるんですよね。はい。で、そんなフリー戦略には弊害もあるとお話しされていましたが、それは何でしょうか。恋愛においては自分が精神的に辛くなるなど、そういうことでしょうか。これは唐揚げさんのおっしゃる通りだと思います。フリー作戦は結構過酷なんですよね。例えば彼と付き合うことなくセフレみたいな状態でもフリー作戦を行うんですよね。だからそれは彼が合コンに行こうが、自分の、つまり私の誕生日に彼がすっぽかしてどっか別の女性と会っていようが、何の文句も言わないんですよね。まあ、彼のために、彼が一番居心地よく、彼が一番楽しく、彼が仕事が辛かったら癒されるような存在で居続けるっていうのがフリー作戦なんですよ。まあ、そうすると多くの人はまあ遺伝的にギブアンドテイクが成り立っている状態を求めるので、ずっと与え続けているというのは辛いんですよね。なんなら価値がないと思っちゃうんですよ、自分に対して。だから自己評価が低くなる、自尊心が傷つけられる、なんか奴隷みたいな、すごく惨めな感じになるんですね。それが弊害ですね。ただこれはですね、X デーに彼の前から突然離れるわけなので、その時のための目標としてやっている自覚があるならば、まあ、そこ、それほど辛くないかもしれない。それからもう一つ、まあ、弊害として考えられるものは、彼に他の好きな女性が見つかったらもう終わってしまうということですね。フリー作戦をやってる間は、男性はその女性に価値を感じないんですよ。価値というのは距離とセットなんですよね。急に離れたりとか、手に入りそうで入らないものに対して価値を感じる。例えば、両親が自分のために一生懸命尽くしてくれたとしても何も感じず、両親が死んじゃったりとか、両親が遠く離れて自分で生きていく時に初めて親のありがたさが分かるみたいな。健康な時には健康のありがたさは分からないけど、健康じゃなくなって健康の良さが分かるみたいな。失わないと分からない点があって。なので、フリー作戦をしている時には、それ俺のこと好きだから当たり前じゃんぐらい思ったりするんですよ。だからすごくその女性を蔑んだりとか、なんかすごく調子に乗るんですよね。調子に乗るのは実はこちらのそのなんていうか、戦略のうちというか分かっているというか、フリー作戦をすると彼が調子に乗って、相手を低く扱う、おもちゃのように雑に扱うですけれども、おもちゃって雑に扱うのかな、まあ、いや、とにかく雑に扱う。まあ、それによってもまた自尊心が傷つくんですけどね。でもそれは戦略のうちというか分かってる。彼の本当の彼ではない。あなたがそれを作ってると言ってもいいです。そのフリー作戦をすると、そういうふうに男性が扱うのは普通のことなんです。はい。そしてですね、離れた時に急に彼が自分に、私にそのフリー作戦をして、その後急に離れた時に彼が、私に執着するんだけれども、その時に冷めるのも弊害かも。なんか急になんだろう。まず私がしたら、ある特定の行動を取ったら、それに対して急に態度が変わる彼に引くっていうね。じゃああなたは、なんだろう、あなたの優しさは何なの？あなたは、なんだろう、人間味を感じないというか、ちょっとこう幼く見えるとか安っぽく見えるとか、それ冷めちゃうこともあります。それも弊害ですね。は
次行きましょう。次に行きましょう。コーンさん。ありがとうございます。唐揚げさんもコーンさんもありがとうございます。限られた時間の中で、セラサトシさんの依存させる方法について分析していただきありがとうございました。これは前回 の YouTube を見てください。恋愛戦略 YouTuber セラサトシさんの依存させる方法を僕は切ったっていうね。セラさんは回収できないコストに執着するサンクコスト理論を利用する UFO キャッチャーで使ったお金が惜しくなり落とすまで続けることを例に出していました。サンクコスト。これは行動経済学の言葉ですね。これね、僕自身も何年も前にサンクコストの記事を書いてますね。サンクコストは行動経済学の、なんていうかな、心理学ですよ。行動経済学っていうのね、要はね。ちょっと待って、サンクコスト、今、Google で検索をするんですけど、グッドウィル博士って検索すると出てくるんですよ。これを見てみましょうか。共有、画面を共有しましょうか。画面の共有開始して、これ。はい。これは、オールアバウトニュース?岡田学っていう人が書いているんですけれども、僕このブログも長く続けている間に複数のカテゴリーというかテーマが生まれてきました。その一つに衰退モード理論についてというのがあります。なんかいろいろ書いてあるんだけど、そんなことはどうでもよくて、ここですよ。僕も熱心な読者であります。ウッドリー博士の芸能ニュース解説プラス。この僕はね、2012年頃にMSN マイクロソフトニュースみたいなところに書いてたんですよね。これのね、毎回あんまり自慢するのやめとこう。過去の自慢をやめとこう。サンクコストと類似の概念であるコンコルド効果も同じなんですよ。同じというか、コンコルド効果、まあちょっとニュアンスが違うな。まあいいか。で、ここでは芸能人のミオンさんと高島正信さんと離婚騒動に絡めて説明してますと。僕は、その頃芸能ニュースを、なんていうか、から人間の心を紐解くみたいな記事をたくさん書いていたんですけども、多分恋愛ユニバーシティの記事の中でもいくつか残ってるんですが、そう。高島正信さんが離婚しようと頑張ったけど、ミオンさんがそれを許さないっていうね。ここに、サンクコストが生じている。つまり、高島正信さんに費やした時間とお金がもったいなさすぎて、離れられないみたいな。ことです。どうしても離婚できない、離婚したくないという時に使ったんだと思うんですが、それは高島正信の価値がやたら高いからですよね。まあ2代目か3代目か知らないけど、高島一族の次男でしたっけ、ですよ。それと結婚したけれどもなかなか別れない。それは自分が費やした年月やいろんなものが失ってしまうのが惜しくて、彼がいくら離れようとしても、離れたが得だとみんなが言ったとしても、それを納得できないみたいな書き方をしたと思うんですけれども。はい。これはまあ、なんていう、結局何が言いたいかというと、僕が、サンクコスト、これもあるな。サンクコストは何回も書いてますね。そうそう。で、それはさて大きいですよ。話を戻しますよ。共有を停止しよう。いちいちね、年取ってくるとね、喋らないとできないっていう、自分を自分の言葉で制御するっていうね、IoT ならぬ、なんだろう、まあいいか。ですね、そうそうそう。ここので、質問コーナーにあるのが、セラさんっていうのは、UFO キャッチャーに例えている。UFO キャッチャーで使ったお金が惜しくなり落とすまで続けることを例に出していました。前回ちょっとおさらいするならば、まあその女性が男性に時間やお金や感情を使わせれば使わせるほど、まあどんどん使わせなさいと。そうすると、その自分が使った労力がもったいない、サンクコスト、これまで使った労力を
なんて言ったと、コンコルド効果っていうのがあって、コンコルドってあのフランスの飛行機ですよね。で、すごい政府がお金を使って開発したんですよね。でもなんか、あとちょっとでうまくいかないんですよ。でもこのままその、コンコルドの研究を諦めたら、すべてが無駄になっちゃうんですよね。だから、うまくいくまでお金をかけ続けた、みたいなところから、コンコルド効果っていうふうに言われてるんですよね。で、サンクコストっていうのは、これまで費やしたコストですよ。で、それを回収したくなっちゃうんですよね。というのがサンクコスト理論だと思うんですけれども、だから女性に対してお金を使ったりとか、まあ、優しくしたりとか、まあなんだろう、頑張ったのを回収、途中でその諦めたら、その労力全部無駄になっちゃうんで、もっともっと UFO キャッチャーに何度も何度も100円入れるようにして、落ちるまで、やり続けてるということですよ。マセラさんが言いたいのはそういうことですよね。でも待ってくれと、僕は前回言ったのが、対象となる女性は価値がなければいけないです、男性にとってね。さらに、その男性がその女性にめちゃくちゃ執着してるというか、ある特殊な一部の男性にしか使えないんじゃないか。つまりその女性に対しても限定されてるし、男性に対しても限定されてる。だから効果は一部の女性に対して一部の男性が使えるだけだと言ったんですよ。つまりその誰もが使える最善の理論ではない。さらに言えば、付き合ってしまったらもうすぐに別れちゃいますということを言ったんですね。まあ、それは前回聞いてほしいんですけれども、で、UFO キャッチャーってそもそも、UFO キャッチャーで落とすまで続けてる人って何人いますかっていう質問がまずありますよね。ここになんか UFO キャッチャーで使ったお金が欲しくなり落とすまで続けることを例に出しているって言ったけど、何人が UFO キャッチャーで落とすまでやってますか。多くが1回か2回やって落ちなかったらもうやめちゃうんじゃないっていう。それがそのなんていうか人を選ぶよね。あと UFO キャッチャーってまあ価値が高いものですよ。100円で落ちたらすごいラッキーっていうものが置いてあるはずなんですよ。つまりそのコストはその女性を手に入れるのにはあまりにたやすいコストだと思ってやり始めるけど意外と手に入らないっていう感じですよね。そういう意味で世良さんが言っているのか、そこまで UFO キャッチャーを理解して言ってるのかなとは思いますよね。いかん、前回よりも世良聡さんに対する当たりが強くなっている。博士はそれでは付き合えるけど続かない、体の関係を持ったら終わるとおっしゃっていてすごく納得できました。いや、付き合えるとも限らない。例えば結婚を考えている女性とか結婚を考えている男性とか、もう振り回されるぐらいだったらすぐそんなのいらないっていう人も結構多いんですよね。もうその人には全然聞かないです。小悪魔みたいに振る舞う女性が嫌な男性も結構いるんです。はい。あるいはこの UFO キャッチャーで例えるならば、何度やっても UFO キャッチャーで取れなかったんで、もうそもそも UFO キャッチャーに見向きもしない男性っているんです。多いんですよ。はい。博士の言う通り価値がないと始まらないけど、女性は体の関係を持つサンクコストで執着しやすいように思いました。この女性が男性と体の関係を持つと男性に執着するっていうのは、これはまたサンクコストとは違うと思いますね。せっかく一生懸命コメントを出してくれたのに否定するのはあれなんですけども、女性の場合は妊娠出産子育ての危険性をはらむんで、それで執着するんだと思います。だから何の労力を使っていなくても男性と体の関係を持ったら途端に執着するってことが起こり得ますね。はい。スカイさん、博士の幸福についてお話とても興味深く、もっと先を聞きたいと思いました。博士が今のコロナの状況についてどう考えているのか知りたかったですが、動画では本音を言えないとのことだったので残念ですと。コロナっていうのは本当にね、ちょっとまあ3、4ヶ月時間が経ってきたと思うんですけれども、3ヶ月ぐらいかな。深いですよね。まあ、コロナが深いというか、まあ、コロナという絶妙なウイルスが人間に及ぼす影響がとても興味深い。
まあ、卒論なり修論ぐらい書けますよね、簡単にね。はい。まあ、それはペストとかいろんなものと絡めて書いた方が面白いんだろうな。過去のいろんなその、なんていうか、伝染病ですかね。はい。質問です。博士をはじめ、専門家の方々も、今回の新型コロナウイルスは今までのウイルスとさして変わらないとの見解ですが、なぜここまで世界的な流行、世界的な騒ぎになったのでしょうか。世界的な流行というのは、まあ、これはその様々なニュースを見ればわかりますね。これも絶妙だなと思うんですけれども、まずウイルスの性質が、症状がない期間でも感染するっていうか、感染させるというか、ということが一つありますよね。それからこの世界がグローバル化してますよね。世界中のものが世界中を渡って世界中に行くというか、まあ、特にその世界の工場と言われている中国、メイドインチャイナが発端で、まあね、どうやってそのヨーロッパとかに行ったりとか日本に来たのか分かんないけど、絶対来るよね。一帯一路だっけ、中国がヨーロッパまで一本道でその繋いじゃう一帯一路っていうのがあって、まあ世界と繋がってるもんね、ますからね。なんていうか、フラット化する世界っていう本があって、それって2000年ぐらいに出たと思うんだけど、20年ぐらい前かな。この世界はもう完全なネットワークで繋がっていますね。なんていうかな。まあそういうことですよ。それと、まあ、これみんなが言ってることですよ。それとウイルスの性質。それからこのコロナウイルスの絶妙な致死率ですよね。0.66% しか死なないっていうのって、ちょっと馬鹿にしがちですもんね。なんていうか、怠りがち。完全な、それが何だろう。致死率 30% ぐらいで、すぐに発症して、目から血を吹き出しながら死ぬみたいなことになったら、誰も文句言わずにロックダウンですよね。すぐに。その辺も絶妙だろうな。その世界的な流行が起きた理由でしょうね。しかもそれが1回目ですもんね。この手のウイルスで、このような感染の仕方では1回目。はい。だから次からまた学びますよね。次は反対側にブレる可能性があるけど。はい。だからその2000年ぐらいからそういう映画もたくさん出てますけど、それっぽくなりましたね。まあ、映画の場合はもうちょっと致死率が高くて、だからこそ早めの対策が打たれていくんだと思うんですけれども。次ですね。世界的な、なぜそのここまで世界的な騒ぎになったのでしょうか。これは僕が前から言っている当事者主義ってやつですよね。まず WHO っていう世界保健機構みたいなのがありますよね。テドロスかなんかそういう人が委員長やっていて。その当事者主義っていうのは、これも毎回言ってるけれども、この世界はすごく賢い賢者が、世界を治めているわけではなく、当事者たちが大騒ぎして、その大騒ぎに揺さぶれながら、右に動いたり左に動いたりしている世界なんですよね。で、WHO が、やばいと。やばいウイルスが広まりつつあります。注意してください。っていうわけですよ。この WHO っていうのは単なるその世界保健機構なので、健康のことだけを考える当事者なんですよね。で、その当事者が言ってるんですよね。だから別に彼らが世界のバランスを取る一番賢いトップに立ってる人じゃないんですよ。ただのWHO っていう機関の立場の人が WHO っていう立場で深刻さを語ってるだけなんですよね。そしてアメリカはね、誰っけ、まあまあ、あの人、トランプ、ドナルド・トランプ大統領は、
まあ、アメリカの特に経済を軸として、で間もなく選挙が迫っているみたいな、なんかそういうことの当事者なんですよね。だから当事者同士がぶつかっていくんですよね。当事者としては、あの経済が第一だし WHO なんか知らんがなみたいな。ところがその前も言ったけど、アメリカでもたくさんの人が亡くなり始めると、でアメリカの大統領がなんていうか、別にふざけるの何もしないわみたいなこと言ってた時に、ウォール街かなんかが大騒ぎして、これやばいぞって言って株が下がったりするわけですよね。これも当事者なんですよね。でそうすると経済の上に乗りの、うん、と立っているドナルド・トランプは慌てて今度、世界の歩調に合わせて限界体制みたいな引いたりするわけですよね。引いたりするんですよね。だからそのたくさんの当事者がお互いに揺さぶり合いながら右へ左に動いてるっていうのはこの世界ですよ。今のこの世界。で、日本でも、またその、あとマスコミっていう当事者がいるんですよ。マスコミは、たくさんの視聴率を稼ぎたい。視聴者数でも何でもいいけど、発行部数でも何でもいいけど、そこでお金をもらってるんで、多くの人が反応するときに集まる。っていうのは一つと、あと倫理観としては正義を全うしたいっていうか、たくさんの人を助けたいっていう建前は持ってるんですね。建前を建前と思ってない人も多いと思うんですけれども、そうなると両方が満たされるのは新型コロナウイルスですよね。多くの人を助ける、そのためにはしかもそれはみんなから注目されるためには、まあ、芸能人が亡くなるとか、あるいは何だっけ、40代というまだ若いのにもかかわらず、しかもなんか病気を持ってないのにもかかわらず死んじゃった人がいるとか、あるいは何だろう、どっかの海岸で人々が集まってるというのはもう正義の使者、しかもみんなが興奮するっていうことなので、まあ、集まって報道しますよね。そういう当事者なんですよ。だから別に、マスコミの人たちが、我々人間全体のことを考えて、日本人のどう生きていくかのことを考えてやってるわけじゃないんですよね。そのコロナウイルスが格好のネタなんですよね。コロナウイルスで、なんだっけ、マスクが、例えばなんだろう、まあ、例えば、マスクがちょっとなくなりそうだっていうのは早く報告しなきゃ、まあ、SNS かなんかで言われたことをいち早くみんなに伝えて、マスコミが、そしてなくなると、なくなるとまたこう伝えるんですよね。でその県を渡っていろんなところに移動している人がいると伝えるのもマスコミだし、それはなんか他県狩りだと伝えるのもマスコミっていうね。なんだろうな、だから全然賢くないんですよ。だからそのファクトフルネスという、これはですね、実はその風の旅人さんが、これも共有しようかな、グッドウィル、違う風の旅人っていう電話相談の先生がいるんですね。ファクトフルネス検索すると、動画が引っかかりますね。これはやっぱりその何、いつだろう、これは2019年の3月、まあおよそ1年以上前に風の旅人さんが YouTube で、ちょっと画像を共有してみようか、これも発表した、されたんですよね。これはいい本だと。はい。これですね。で、この本を読むと分かるんですけれども、実際にこの世界ってそんなに悪くないよと。みんなその、さっき言ったね、マスコミは正義とお金の両方が入る、人の心をかき乱すようなニュースが大好き。大好きというか、そこに目が行っちゃうんですよ。それ以外のところに目がなかなか行かないんですよ。目が行ったとしても、
大衆がそれを見てくれなかったら意味がないというか、まあまあ集まるわけですね。そうなるとファクトフル、つまりそのファクトフルネスっていうのは真実を見る、真実を見る見方みたいな、真実を見る習慣みたいな、まあ、そういうような意味だと思うんですけれども、それでいくとそんなに世界は変わっていないけど、みんなはもう100倍か1000倍ぐらいに不安になって、一瞬一瞬でなんか世界が変わるとかなんか大騒ぎするっていうね。このファクトフルネスも最近その中田敦彦が取り上げてますので、それを見れば大体わかります。それからあの勝間和代もあのファクトフルネスをあの書籍の紹介で扱ってました。これも、ぜひ見てみてください。本を読まなくても最近良くなっちゃいますよね。はい。そしてですね、話はまた共有を止めまして、まあ、だから世界的な騒ぎになったのはそういうことですよ。しかもそのさっき、まあ、ツイッターとかね、Facebook、Instagram、YouTube などで情報が一瞬で伝わりますし、しかも昔は雑誌とか新聞みたいな権威が、モラルを持って、ある程度のモラルを持って、仕切っていたんですけれども、今はそのなんていうか、メディアは単なる箱になってしまったんで、そのいわゆるですね、アルファブロガー的な、インフルエンサー的な人たちが大騒ぎをする。そうそう。これはね、後で幸福のところで語ろうと思ってたんだけれども、みんな答えが欲しいんですよね。答えが欲しい。アンサーが欲しい。アンサーを求めて、YouTube の中をさまよったりとかネットの中をさまよったりするわけですよ。ところがアンサーを持ってる風に見せて、実はアンサーを持ってない人が多いんです。ほとんどがそうだと思う。でもなんかいかにもアンサー持ってますよみたいな風に語るので、そこに引きつけられてしまう。その人たちがコロナについてどう思うかについて聞くと信用してしまうというか、また確信を持って言うからね、すごいよねあれ。それであれを思い出すんだよな、毎回言うけど、あの、ノーカントリーっていう映画があって、ノーカントリー。あの、アカデミー賞かなんか撮ったのかな。ノーカントリーっていう映画があって、そこに出てくるトミー・リー・ジョーンズのインタビューがあって、トミー・リー・ジョーンズっていうのは、あの、ボスかなんかの CM で出てくる外国人ですよ、白人。はい。でそのトミー・リー・ジョーンズがこの映画って何が言いたいか分からないっていうか答えがないんですねみたいなこと言ったら、まあ答えをもし出したとしたらそれは宗教だよと、そう言っていて、ああそうだなと。だからもう宗教なんでしょうね。まあそれはいいや、それが世界的な騒ぎになった理由ですね。はい、じゃあまた共有を取りますよ。共有ストップ。共有、あれ共有ストップしてるな。OK。コーンさん。博士の説く幸福論は、上辺のテクニックではなく人間の本質から解説してくださるので、好奇心が刺激され、人間についてもっと深く知りたくなります。コーンさん、ありがとうございます。スカイさんもありがとうございます。質問があります。依存していた対象から離れると、執着が薄れ楽にはなるのですが、例えば、まあ、大好きな人みたいなのが振り回されたりするわけですよね。大好きな人が不機嫌になったらちょっと悲しい気分になったりとか、大好きな人から連絡が何日もないとすごい不安になったりとか、まあ、そういうのが対象から離れると執着が薄れ楽にはなるのですが、同時に何もかも面倒になり無気力になってしまいます。依存を再発させることなくポジティブになるために効果的な方法はありますか？教えていただけたらとてもありがたいです。この執着していた、依存していた対象から離れると無気力になって、新たに、まあ、ポジティブになるためにっていうことですけれども、おっしゃる通りです、コーンさん。あの、依存していた対象から離れると無気力になって、
実は次の依存先を探しそうとすると僕は思ってます。だから危険な状態ですよね。依存から離れて無気力になった状態っていうのは。うん。なんだろうな。それはその、恋愛依存症とかになると、A さんから離れたら次 B さんを探すっていうね。もう不倫から不倫へみたいな人もいますよね。それはなんだろうな。同じ報酬、かつて得ていた報酬を何度も得ようとするんだろうな。海外旅行にハマった人が、もう別に楽しくないのにまた海外に行こうとするみたいなね。それなんですよね。うん。たしなむが一番いいんですよね。たしなむ。はい。効果的な方法ありますか？そうですね。私はまた依存先を探してるぞと思うことが一つと、あと僕はちょっと信じている TED、TED、テクノロジー、エンバイロメント、エンターテインメントかな？デベロップメントかな？っていう TED っていう、ここではよく言っている世界的なその新しい考えを、まあ、無料で広めようっていう素晴らしい運動があって、その TED の中に出てくる TED、TED、テッドの中に出てくる話の中に、依存っていうのは実は、孤独は作り出していると。人間と、あ、だからその、なんかベトナム戦争かなんかの話を出していて、ベトナム戦争で、みんなその、まあ、怪我をした人とか、なんか、モルヒネとかいろんなものを打ったりするんだけど、そうするとね、モルフィネを20日間ぐらい打つと、ほとんどの人がそういうなんか麻薬依存になるとみんな信じているわけですけれども、実際には、なんか1割かそれぐらいしか、モルヒネ依存にならないっていうかね、麻薬の依存症って実はごく一部しかならない、毎日使っててもっていうんですよね。じゃあ依存する人は何のと共通する特徴は何かっていうと、実は人間関係を築けてない人、つまり孤独な人だと、うん、辛い時に心から打ち明ける人が誰もいない人みたいなことをもうテッドで言ってたんですよね。その時、田代正史が頭の中に浮かんで、ああ、そういうことかと。いや、まあ、それはさておき。だから、もしかしたら、その、心の底から、共感できるような相手を見つけると、依存はなくなるのかもね。あと、その、いつもその浮かんでくるのが、7つの習慣っていう本ですよ。スティーブン・コビーの。スティーブン・コビーの7つの習慣によれば、人は誰もが何かに依存していると。依存していない人はいないんだっていうね。そして人は依存しているものに振り回されて生きていくと言ってるんですよね。で、7つの習慣は、どうせ何かに依存するならば、ミッションステートメントに依存しろと。そのミッションステートメントというのは、自分の生き方、を、法律化、まあ、だから憲法のように自分憲法みたいな、グッドウィル憲法、僕の例えばミッションステートメントの一つは、誰かと出会ったら出会う前よりも幸福にするみたいな、こういうミッションステートメントに依存しなさい。ミッションステートメントは自分で決めるものだし、誰かに左右されないので幸福の状態は左右されにくいみたいなことを言っていて、あ、なるほどなと思いましたよね。うん、まあ別の本には、なんていう本か忘れたけど、依存先を複数にしろって言ってましたね。そうすると1個がなくなっても大丈夫みたいな。だ、依存もですね、そう考えると病的な依存でなければいいのかなとは思いますけどね。はい、次いきます。アジコさん。コロナ離婚、コロナ破局が話題になり、最近あった芸能人の復縁ニュースは、コロナ復縁と呼ばれていました。コロナは関係ないのではと思ってしまいました。博士はこれらのコロナ〇〇についてどう思われますか？これですよ。コロナってつけるとみんなが読むっていうやつですよ。コロナ以外のニュースはみんなもう読まないっていうか、誰かが亡くなったというニュースが出ればコロナと思っちゃうっていうね。はい。だからなんていうかな、このコロナをつけちゃう悲しさですよね。生きていくためにマスコミがコロナってつけちゃうんですよね。もうだから編集長とかコロナを探せですよね。
コロナ関係探しまくれと。今コロナやらないでどうすんだよと。毎日 10個ぐらいコロナのアイデア出せ。で、週末はコロナの特集行くぞみたいな。だから僕、その D マガジンとかを撮ってるんですけど、コロナばっかりですよね。なんか、物をみたいなものを、なんつうかな、グッズかなんかの雑誌とかでも、家から出ない人のための、なんか10個のガジェットみたいな、はあ、そうなんですよね。常にそうなんですよ。だからこの、インターネットの時代って絶対なんかちょっと病的だと思うんだよな。一瞬一瞬だしね。何かすごいデフォルメされちゃうんだよね。だから皆さん今旅行するのはあんまりお勧めしないかもしれないけど、しちゃダメかもしれないけど、岩手県にある、タイマグラ村、岩手県のタイマグラ村にあるフィールドノードに行ってほしいですよね。か、岩手県のトマヤに行ってほしいですね。そこで、完全に世の中から切り離された、古い宿に行ってほしい。前も言ったかもしれないけど、トマヤでは、いろりを前に、文化人たちが集まり、だからその宿のファンですよね。トマヤのファン。トマヤ、トマっていうのはなんか、トマコマイのトマですね。そしてそのパチパチといろりの焼いている音と、そのアユかなんかをね、遠目に刺すんですよね。そのなんていうか、火から遠目に刺して遠赤外線っていうんですかね、ゆっくりゆっくりくるくる回しながら焼いて、だからその秒で流れてくる、スマホの情報とか一回遮断する、全部電源切るというか、確か電波届かないかも。で、深くゆっくり、なんていうか、のんびりと話すみたいな。たくさん話して、もう午前1時なんじゃないかと思ったら、まだ夜の9時みたいなね。そういうゆっくりした時間の中で、周りの情報としては、なんか湿度が高いとか、あるいは湿度が低いとか、あるいは遠くに聞こえる犬の遠吠えとか、あと川のせせらぎとか、なんかそんな情報しかないっていうね。そこで一回リセットした方がいいかもな。うん、次行こう。プチスピ。このコーナーは自分の身の回りに起きたちょっとスピリチュアルな体験みたいなのを送っていただいてます。ノンさん。博士、こんにちは。今回の動画で、つまり前回の動画ですね。NHK スペシャル超常現象のお話が出たのですが、博士の動画を見たちょうど前日、NHK オンデマンドでこの動画を視聴していたのです。とっても驚きました。これって、プチスピと言っていいでしょうか。これはプチスピと言っちゃダメですね。スピです。プチスピを超えてます。はい。この番組の第2話、テレパシーについてが、私は特に興味深かったです。人は科学ではまだ解明されていないテレパシーの能力を備わっている。思い合ってる人間同士は脳波が同期し、相手の見ているものが見えたり、思いが通じることがある。また複数の人間が一つのことに熱狂して強い思いを抱くと、その瞬間量子が動いて大きな波形を描く。博士がおっしゃっている祈りの重要性はこの現象と関係しているのではないかと思いました。この点についてお話をお聞かせしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。これはすごかったな、この番組は。ただこの番組について大槻教授はめちゃくちゃ怒ってたけどね。 NHK がとんでもないバカな番組を作ったみたいな、科学でも何でもねえみたいなことを根拠を持って話していましたが、この超常現象は多分 NHK の中でもなんか賛否両論なんでしょうね。まあとにかく、ただちょっと僕もね、科学サイエンスをやっている人って、やっていた人でもいいや、みんなちょいスピを信じているところがあるんですよね。生物学者も物理学者も、なんだろう、生き物の完璧さ具合というか、
何の説明もつかないたくさんの出来事とかね。はい。そうね。うん、語るのが難しいな。一番言っちゃいけない領域でもあるんですよね。いつも統計学者が邪魔してくるんですよね。それは思い込みだよと。例えば、5回連続1の目が出る確率っていうのは、すごい低いんだけれども、永遠に振ってれば絶対普通に起きるっていうような、なんだろう。人はすぐ法則を見つけようとしちゃうんで、3回連続売れない、思い出してきた、その統計学の、統計の一般向けの本って、これも2000年の初頭ぐらいにたくさん出たんですけれども、たまたまっていう本とか、あと忘れたな、まあ、いっぱい出てるんですよ。そこで出てくる多くある話、一つの話が、まあ、満月に赤ちゃんが生まれやすいっていう話があって、満月に赤ちゃんが生まれやすいっていうのを語っているのはお医者さんだと。医者がね、満月に赤ちゃんが生まれやすいっていう法則を見つけてる、専門家が見つけてるじゃないかと思うかもしれないが、ちゃんと統計を取ってみると、満月とか月の満ち欠けと全く赤ちゃんの生まれる頻度は関係がないと。つまり専門家も勝手に法則を見出してしまうみたいなね。あと何だったかな、映画のディレクターだったかプロデューサーだったかが、ある女性のプロデューサーが3回か4回連続で映画を当てるんですよ。めちゃくちゃ当てる。で、別のプロデューサーがすぐ外すんですけど、それもたまたま起こりうるらしいんですよね。つまりその誰がプロデューサーであっても3回連続で当たることは、統計的に普通にあるんだと。でもそのプロデューサーはカリスマプロデューサーと呼ばれたりするみたいな、そういうなんか統計学者がね、関わってくると、スピって思い込みですね、フフフみたいに笑われちゃうんですよね。だから僕の中のスピリチュアルグッド見ると、スタティスティックスだっけ、統計的グッド見ると、サイエンスグッドより3つの S が戦ってますよね、常に。ただなんだろうな、まあ僕のその科学では割り切れない宗教的な部分かもしれないけれども、そのこの超常現象のテレパシーについてはちょっと信じたくなりますよね。そして信じてそれを使いたくなりますよね。で、僕は使っていると言ってもいい。そしてそこにね、茂木健一郎、昔の茂木健一郎が出てくるんですよ。最近の茂木健一郎はただ熱い男なだけなんですけれども、昔の茂木健一郎は知的好奇心だけの塊で生きてる青年だったなみたいな。で、その茂木健一郎が言ってたのが、まあ、科学者というのは、この世界があるかないかっていうと、実はそれは誰もわからないんだけど、この世界がある方に賭けてるんだと。賭けをしている。賭けで、この世界がある方に賭けてるだけだと。ここは賭けですと。本当はこの世界ないかもしれないんですよ。全部自分の頭の中で起きてることだけかもしれない。そこは証明のしようがないっていうか、じゃあもしあるとしたらみたいなところにも欠けちゃってるよということですね。はい。博士のおっしゃってる祈りの重要性はこの現象と関係してるのではないかと思いました。僕も思いましたね。まあ、あるにしろ何にしろあると思ってた方が、まあ、あった場合ですよ、それは使った方がいいんで、で僕の言っている祈りはこれと関係してますね。はい。まあ、量子が関係してるかどうかわからないんですけどね。量子が関係してるっていうのは NHK の説明で大月教授が大否定してたんですけれども、それはそのリサ・ランドールっていうハーバード大学の、宇宙ワープする宇宙って本を書いたリサ・ランドールさんも否定してたんですよね、本の中で。だからもしかしたら量子と関係ないかも。実は量子と関係してるように多くの人が語るけど、実は量子と関係してないかも。もっと統計の根本に関係しているものかもしれないですね。まあ、とにかくその数学とか物理学とか統計学とかを深く知ると、そのそれぞれの分野の限界みたいなのがあることが分かって、なんていうかな、
統計的に嘘って言われても、いや統計学がまだ未熟でしょって言いたくはなるんだけどね。はい。先にメッセージを語ろうかな。メッセージ。メッセージのコーナー。このコーナーでは皆さんからいただいたメッセージを読んでいきます。月、日月さん、太陽の日、土日の日に月、日月さん。幸せは感じるものであって、これという定義はないと思う。私がこれまでに感じた幸福は、母親に抱きしめられた時と、娘を出産した時だけです。この短い文章。そうね。ここにはいくつかの真実がある、とも思っていて、幸せは感じるものであるっていうのは、僕も同感ですよね。感じるものだと思いますよ。幸せは主観的なものだから。で、私がその感じたことですよね。幸福っていうのは、母親に抱きしめられた時と、娘を出産した時だけですと。これを言われた時に、ダニエル・カーネマンという人が幸福についてまたTEDで語ってるんですよね。幸福を研究するものは忘れちゃいけないことがあると。それは、まあ、たくさんあるんだけれども、そのうちの一つは、幸福は2種類あるんだと。一つは、この今感じている幸福、この今、そしてもう一つは後から思い出す幸福っていうんですよね。この日月さんは、母親に抱きしめられた時と娘を出産した時っていうのは、その時だったのか、振り返ってそうだったのかっていうのは違うというね。はい、まあまあでも幸福って多分多ければ多いほどいいと思うんですよね。で、日月さんが幸福に対する感受性を変えることで毎日起きるかもしれないとも思うんですよね。だからチートなんですよね。つまり日月さんの幸福を感じる、幸福は感じるものであるならば、ちょっとズルをして、なんかちょちょっとこう、テクニックなり視点をパパッと変えることによって、いやいやいやと、昨日も幸福だったし、一昨日も幸福だったし、今も幸福だように変えられませんかっていうのが、僕のそのチート幸福論ですよね。はい。日月さん、日月さん、ありがとうございました。唐揚げさん。これはさっきの、くださったメッセージの上のパートですね。チート幸福論のお話、ありがとうございます。博士の幸福に対する姿勢、考え方がとても好きで、これから動画を出していただけるのをとっても楽しみにしております。トランスジェンダーの方の話には驚きました。そのような幸福の形もあるのですね。お話に出た映画も早速見ました。これは巡り合う時間たちでしょうね。はい、トランスジェンダー、僕もびっくりしましたよね。45ぐらいまで男、もう筋肉マッチョの男だったんですよね。ゴリゴリの筋肉マッチョで、なんかスポーツ狩りみたいな人がお姉になってしまうっていうね。はい、魔法に惑わされるな。チート幸福論でいう魔法に惑わされ、足元の幸福を見逃し後悔した経験があるので身に染みました。 YouTuber の話やハウルの動く城の例え話などを交えながらのお話は理解しやすかったです。ありがとうございます。次回も楽しみにしております。一つ疑問に思ったのですが、新しい知識やもの、各魔法は本当の幸福を見えにくくする一方で、それらを得ようとしなくなったら生きている意味がないような気がするのです。これは魔法に惑わされているゆえにそう思うのでしょうか。たくさんの魔法が世の中に溢れて、世に溢れている中でも、自分の幸福につながると思うものだけ取捨選択をすべきということでしょうか。偽りのメンタルの話も気になりました。そう。まず生きている意味がないような気がするっていうことに関して言えば、生きている意味はもともとないんですよ。生きている意味なんてないんです、誰にも。なんか意味を作りたがっちゃうんですよね。ただ生まれたから生きてるだけなんですよね。意味を求めて意味がないから苦しむっていうね。意味なんかないんだよっていう。新しい知識やものは本当の幸福を見えにくくする一方で、そう、新しき、これファッツの話をよくするんですけど、FADS ね。ちょっと待って、もう一回本。ファッツ。ファッ
つ流行書籍。これか。共有してみよう。共有の開始。これかな。はい。賢い人も流行にはまるのか、なぜ賢い人も流行にはまるのか、ファットの社会心理学。これね。はい。で、ファッツという本にもあるんですけれども、それからですね、なんか、バカ、グーグル。この、グーグルバカ編が違うわ。あれ？ちょっと待って。ネットバカかな。これか。ネットバカ。ニコラス・ジー・カーっていう人が書いたネットバカ。インターネットが私たちの脳にしてることっていうのもすごく示唆的だったんですけれども、このね、ネットバカって本がすごく面白かったのは、その、これもよく言ってることかもしれないけど、私たちは日々の、例えばコロナのニュースとか、そういったものによって脳が作られているのもあるんだけれども、それよりも重要なことは、デバイスが我々の脳を作っていると。例えば、インターネットの世界になると、文章を読む途中途中にリンクが貼ってあるんですよね。例えばここで言えば、ニコラス・ジーカーっていうリンクが貼ってある。そうすると一つの文章を最後まで読まずにどんどんリンクをたどってしまうっていう脳の構造になっていく。だから文章を最初から最後まで、例えば1ページから5ページまで、4000文字ぐらいの文章があったとしても4000文字の最後までたどり着けずに他のところに行ってしまうっていう。それはだからデバイス、インターネットっていう形式が我々の脳を作ってるんですよっていう、インターネットは私たちの脳にしていること。ということが書いてあって。一方、このファッツっていうのは、ファッツ、FADS っていうのは、我々は常に、これもよく言ってるけど、新しい何かを得ることで幸福になる。今は未来よりもちょっと不幸で、何か得ることによってより完全な人生になっていくとか完全な世界になっていくという信じている傾向を指しているんですよね。で、共有は取りましてと。で、生きてる意味がないよ。新しい知識って必要ですかっていうね。新しい知識を求めるっていう姿勢、日々出てくるライフハックなどを読まないと自分はより完璧な世界に住めないと思っちゃう脳を作ってんじゃないのかっていうことですよね。日々いろんな新しい知識を得て、そしてそれを得たことでそうじゃない不完全な自分よりもマシになった気になるっていう傾向を作ってんじゃないですかってことですよね。だからその日々やっていること、その一個一個じゃなくて日々の姿勢ですよね。日々ネットニュースを見てしまうっていう姿勢が実は脳みそを作ってるっていう、その姿勢がね、今もしかしたら誰か有名人が死んでるかも、それ知らなくて大丈夫かしらみたいな、で見ちゃうっていう、一瞬一瞬その一秒一秒新しいニュースを得ていかなければいけないっていう脳を作ってたりとかするってことですね。それ自体が、なんていうかな、不幸なんじゃないかっていう。不幸っていうか、なんだろう。楽しんでない人生をっていうね。で、この唐揚げさんのおっしゃっている、たくさんの魔法が世に溢れている中でも自分の幸福につながると思うんだけど、示唆選択すべきというでしょうか。これなんですよね。これはね、二つのことを表していて、一つは、自分の幸福につながる、前も言ったかもしれないけど、SN 比がとても重要だと。SN 比というのは、シグナルノイズ、シグナル、なんだろう、スラッシュ、この斜め線。シグナル、スラッシュ、
N、ノイズ。ノイズ分のシグナル。ノイズっていうのは、あなたの人生に特に役にも立たない情報だったりとか、信憑性のない情報だったりとか、まあ、とにかくクオリティが低いものだったりとか、なんか変な糸が入っている。糸っていうのはあれですよ、ストリングスじゃなくて、その、なんていうか、エイム、糸ですよ、糸。測りごとというか。そういうものが入っている情報はノイズ。シグナルっていうのはあなたに役立つクオリティの高いもの。このクオリティの高いもの以外は必要ないと僕は思うんですよね。ただこの SN 比の S を高めるのって難しいんですよね。はい。でも人はみんな、無駄な情報を集めることに疲れているので、S を求める。クオリティの高い情報を求める。そうしていくうちにメンターを探してしまうんですよね。メンター。つまり、この人の言うことだけを聞いとけば他は何もいらないっていうのが一番楽ですよね。生き方に迷ったら誰々に聞け。誰々は知ってるぞ。誰々はノイズのある情報を一切伝えてこない。こう生きれば幸せになりますよと、1から10まで全部教えてくれる。それがメンターですよね。それを見つければ楽なんだけども、実際に、嘘のメンターが世の中に溢れているわけですよね。そこで、チート幸福論にたどり着くんですけれども、もう今日は喋り疲れてしまいました。で、これで終わります。また、もしかしたら次回や次回はアシスタントの方と一緒にやると思うので、チート幸福論はまたいつかですね。はい。じゃあ、さよなら。レコーディング。